何してるの？通り、ケンケンパ。かまってるって言ってた。うん。ピアノのコンクールに出て。君の番だよ。まだ怖い？また下ばかり見てる。みんな怖いよ。舞台に上がるのは。君の言うことすること、すべてキラキラ輝いていて。を投げ捨てた人間だよ。奏者として失格だ。そんな演奏家たくさんいるよ、絶対。それでもまた拾い上げて楽譜に向かう。そうやって最も美しい嘘が生まれる。君の言うこと、やることすべてキラキラ輝いていて、僕は眩しくて目をつぶってしまう。でも憧れずにはいられない。